ひなあられありがとう。ヘトヘト。でも仮眠を取ったんですけど、なんかもう爆睡してると思ってめっちゃ寝たって起きたら、そんなに寝てなかった、30分ぐらいでめっちゃ寝たって言った。ゆうすけさん、ひなあられ、ゆうちゃん、ゼリーありがとう。ゆうすけさんもゼリーありがとう。これ花なんですか、ゆうすけさんの花かわいい、ありがとう。髪の毛がねめっちゃ伸びたんですよ。あっちゃさんかわいい、ありがとう。そう、あ、そうそうそう、そしさらか今日さ、さらちゃんとねめっちゃ久しぶりに会ったの。超ナチュラルに入ってきてからね、でえ、めっちゃナチュラルに入ってくるやんみたいな。でもう超身長伸びてました。身長追い抜かされてた普通に。ゆうすけさんレインボースター、のぞみやんごさんジェリー、といさんかわいい、ありがとう。そうで、めっちゃ普通に抜かされてたし、めっちゃなんか大人っぽくなってるし、でも喋ったら全然子供でした安定になんかね子供だったあちゃさんレインボースターありがとう。全然子供、なんか変わってないなって思いました。だって入ってきた時ね、アンパンマンのなんかヘアピンみたいなのつけてたからね、あの子。めっちゃチェーンの音がねすごいんですけど、すごい串取ってくる。しみさん見てないかな、ヤの配信。ふいさんハートありがとう。なんかヤヨのうちの猫の名前をなんかなんだっけ、キーちゃんなんですけど、キーちゃんじゃなくてなんかキキちゃんみたいな感じだと思ってたらしくて、キーちゃんはどうだった、どうみたいな言われて、え、誰みたいな、誰の話よみたいな話言って。そう、のぞみやんごさんハートありがとう。いやもうちょっとギャルっぽいね、なんかトレーナー着てるから多分メイクはいつもより薄いです。そう、なんかね、ヤが猫を5匹飼ってるの知らんかったらしくて、なんか全部名前言ってみたいな言われて、海でしょ、ももでしょみたいな。で海ちゃんを聞き間違えて、なんかめっちゃ変なこと言ってたな。もう本当にね、あの子はねおかしいおかしい。ゆりさんかわいい、ありがとう。あの子はおかしい、何言ってるか分かんなかった。子供です、まだ。ほいさんハートありがとう。そう、犬もね見せてくれたしね、もうねえ、本当に何も変わらない、え、何も変わらないと思う。むしろなんか今日ね、なんかちょっと歌ったところがあるんだけど、歌ってる時の声のボリュームがでかすぎて、え、なんだろう、びっくりしすぎて、え、なんか声のボリュームバケモンやんみたいな言ったんよ英語がえみたいな。本当になんかみんな普通に歌ってる中でもうめっちゃ大きいんですよ一人で、えー、みたいな、そんな声大きいことあるってぐらいめっちゃ大きくって、もうねびっくりした。そう、安部さんだるま、あみちゃん、あみハートありがとう。のぞみやんごさんかわいい、ありがとう。本当にね、本当に声がでかかった。ふうくん、なんだっけ、ひなあられ、はしーさんハート、やすべさんだるま、キャロットさんゼリーありがとう。リコちゃんとも並んでたのね。リコちゃんとね、リコちゃんとね、サラちゃんと3人で喋ってたの。その時にもうめっちゃでかすぎてびっくりした。なんか前髪のねまとまり具合が今日ね最悪、絶不調なんですよ。ハッシーさん、コンペイトじゃない、ひなあられありがとう。ダダさん、ひなあられありがとう。そう、パワーあり余ってる、若いなと思いました。
ダダさんひなあられ、ハチさんひなあられ、ありがとう。ゆるしやこさん花束、ありがとう。そう、なんかめっちゃしょうもない話でさ、あのいつものなんかサラちゃんとねお二人だとねめっちゃツボ浅いんですよ。だからもう二人で謎にツボってからね、めっちゃしかも笑い声がでかいから二人とも、だから本当に笑いながらシッシッとかやりながらね笑ってた。そう、楽しかった。久しぶりに会ったのに全然なんか変わらなくて安心というか、なんかそのままだったからよかった。何も変わらないんです、本当に。そう、なんかね急にエアちゃんエアちゃんエアちゃん身長伸びたんよ、で2回目なんよと思って、もう1回ね言われたら1回しかも背比べして、ヒヨがえいやめっちゃ身長負けてるわって話終わった後にもうちょっとしてエアちゃんエアちゃんって走ってきて、何と思ったらまたなんか身長伸びたいんよって言われて、ね二回目と思いながら、そう、まさとしさんハートありがとう、すごい楽しかった。そう、なんかめっちゃ普通に抜かされたから悔しい。そう、アイコ、そう、最近私の中でのアイコブームが来ております。アイコ、アイコー、ずっとアイコアイコ言ってる。アイコアイコ、そのアイアイって言ったらアイアイはダメって言ってた、だからアイコって呼んでる。アイコアイコジーアイコアイコさん、アイコさんとの距離が、さあ、ナザミアンコさんハートありがとう。アイコジのね僕の太陽の時のなんかユコのやつがめっちゃ面白い、めっちゃつぼってる。マサトシさんかわいい、ありがとう。アイコジの肩にこうやってやってる、グレーってしてる。あー行こうってってこうやってやってる。そう、やよ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 、あいこじはやよに甘えてはきません。やよがあいこじに甘えてだるがらみをするんです。たら愛子さんがなんかふふふって笑ってる。だからさ、花まさとしさん尊い、ありがとう。ふふふって笑ってる、ふふって笑ってる。デイマンさんコンペイト、ありがとう。今日ねゆらちゃんとね、ゆらちゃんだっけ、3人で愛子さんとね喋った時もね、今日はメイクはダメです、ほぼ寝てたから。リスさんハートありがとう。もうね全然今から寝ていいよって言ったら寝れるぐらいには寝れ、眠い。お姉さんだから今日はね合計2時間半睡眠ぐらいです。多分結局朝寝れなくて寝たのが遅くて1時間だけ寝てとかしてた、1時間半とか寝て2時間睡眠ぐらいそうしかしてなくて、ちょっときついからもう寝る。今日も明日は何時に起きようかな、8時に起きたいなって感じ。そう、力尽きてた家。
遊んで、めっこちゃんと遊んで、なんかもうさすがにちょっと一瞬寝させてほしいって言って寝て、ちょっと寝て今に至ってる。知識王さんハートありがとう。でも楽しかった。だから陽気まる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 フォーイって感じ。そう、今日ココアさんとも喋った。ココアさん、あ、矢野さんとも喋った。矢野さんとのやつがもうね、ツボでツボで止まらんくて、もうね、面白すぎて、なんか振りの、なんか振りの、なんていうの、ダンスの先生のなんか、なんていうの、教え方みたいなやつでずっと笑ってたんですよ。なんかこうじゃなくてこうみたいな感じのやつを矢野さんとずっとやってた。シーン、ほのたんさん、そう、ほのたんさん面白かった。リコチとモノタンさんにこうやって、リコチがモノタンさんがここにいたら、リコチがこうやって、リアがこうやる。そう、両サイド挟んでました。リアちゃん、リアちゃんとじゃない、リコちゃんとリアで、もうダメだダメだ、ね、眠いんだ、もう眠い。もうダメ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 、リアちゃんとリコちゃんでとか言って。エナさん可愛い、ありがとう。レベダグ、泣く泣くも泣くも泣くもないって感じです。前髪長いのかな、めっちゃね邪魔なんですよね。リーさん尊い、ありがとう。ハートもありがとう。そう、今日はん、ヤギさんコンペイト、ありがとう。そう、目がね、眠いらしい。さすがに眠いらしい。今日は20分ぐらいで配信を終えるつもりでいる、ねむねむやよちゃんです。リーさん、はい、ありがとう。ねむ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 やよちゃん、そうだ、皆さんチリパのなんだっけ、あれなんだっけ、お便り待ってる。なべなべ社長さん、コンペイト、ありがとう。待ってる。チリパのお便り待ってるね。ももちゃんと私がラジオなのでお便りお待ちしております。かずか、はな、なおとちゃん、レインボーさん、ありがとう。そう、ぶしさんもコンペイト、エリさんも、はな、かずか、かわいい、いいね、ありがとう。ももももも、と一緒。めっちゃさ、かわいい、ありがとう。こんばんは。お便りたらさ、ゼリー、ありがとう。そう、もしかしたらお便り読まれるかもしれないくないですか。3月だから卒業のねお話なんだって。ある、なんか卒業の次の出来事みたいな。みんな、けどね、卒業式ね、去年ね、メールにも書いたんだけどね、親友ちゃんがね出なかったから行かなかったじゃない、楽しくなくって。あっちゃさん、なんだっけ、ゼリー、ここのないさん、ゼリー、ありがとう。矢田美代子さん、ハート、読まれたらニヤニヤしちゃうでしょ。安部さん、ゼリー、ありがとう。なんかさ、こういうゼリーあったよね。なんか前髪すごくないな、この斜め度、こんな斜めなことあるんだって感じぐらい斜めだから、まあいいよ。家族コンペ、ひなあられ、ゆうすけさん、かわいい、牛さん、ひなあられ、くもさん、ゼリー、ハート、ありがとう。三色ゼリー、あの中学の時の給食、小学校の時の給食、
業式の日家で寝てた。いやもうね行きたくなかった、本当に。ふうくん、だるま、ゆうすけさん、コンペイト、ほみさん、ハート、ありがとう。ゆうすけさん、ゼリー、ビーさん、ゼリー、ゆうすけさん、コンペイトじゃない、ひなるるだ、ありがとう。よしよこさん、ゼリー、ありがとう。下なんかね、下があんまり回ってない。あちさん、ハート、ありがとう。みちおさんもハート、ハート、ハート、ありがとう。といさんもハート、あちさんもハート、ありがとう。やすべさん、コンペイト、もうそう、ギフトしか読んでないこの15分間。なんだっけ、そうだって去年さ、いやめっちゃ速攻帰って配信したもん、覚えてる？え、した気がする。もうね学校に残っててもすることないので速攻家帰って配信した記憶ある。ブルグラスさんもハートありがとう。みんな気をね使ってね、写真もね撮ろうって言ってくれなかったんですよそうだからちょっと寂しかった。お、らしい公演、うん、楽しみや。お答え、いや高校の友達はねいないよね。中学の時の友達は結構話に出るんだけど、高校の友達いないんですよね。卒業式って歌歌ったっけ？歌わなかった気がする。キャロットさん、かわいい。トイさん、ハート、ありがとう。卒業式はどうだったっけ、何したんだろう。なんかね何もしてなかった気がする。わかるよ、わかってるよ、めっちゃわかってるいや友達になってください皆さん。じゃあそう、いや STU 入ってからそうお友達増えた。いや全然涙出なかったんですよ高校の時。中学の時はなんか練習ってあるじゃん、卒業式って、その練習で涙が出てたの。そう、もう卒業式で高校は一滴も出なかった。そう、でも中学の時は練習の時点で大泣きしてました、友達と。寂しくて。そう、トイさん、ハート、ありがとう、こんばんは。みちおさん、ハート、ありがとう。そういや、リハーサル大好きなんですよね。卒業式でもねもちろん泣いたんだけど、そのリハーサルみたいなやつでね涙が出たの。あとなんかね、いろんな人がいたからさ、なんか礼の仕方がねみんなね癖が強くて、もうそれ見てなんかあの帽子くれた友達いるじゃないですか、あの子とねツボが一緒だから、その子とずっとなんかみんなのなんか礼の仕方にねツボって笑ってました、卒業式。たむたむさん、あられ、ひなあられ、トイさん、ハート、ありがとう。いや練習大好きなんよね。明日ブログの日、そうまだ書いてないっていう。そうすっごいなんか90度のお辞儀をする人とかいたりとか、何いたっけ、なんかいろんな人がいて面白かったほんまに中学校の時の記憶しかないです、卒業式。お名前、中広弥生と申します。でも中学の時はただ写真撮って帰るぐらいだった。そう、キャラットさん、尊い、ありがとう。
大木さんとさ、なんか中広ってこうやって書くんだねみたいな話しよって、で、あ、そうなんですよみたいな、なんかちょっと黄色じゃないからサプライズみたいですよねみたいな話よって、で、ややちゃんって自分で自分の名前書けるのみたいな言われました。え、めっちゃ失礼じゃないですか。沖さんは4周年が終わったら一緒にご飯に行ってくれるって言ってくれたから絶対一緒に行く。めっちゃややのことねバカにしてるんですよ沖さん。ゆうすけさん、レインボースター、ありがとう。なとちゃん、ハート。あいさん、ハート、ありがとう。なんかあとめっちゃ失礼なこと言われました。あ、なんか何だったっけ、沖さんの方になんかみたいなやったら沖さんに本当に嫌だみたいな、やめてって、え、ダメですよ、そうやって拒否るのは良くないですかよって言って、こういう時はなんかありがとうとか嬉しいとかを言った方がいいんですよって言って、だからちょっとこうやってやったら沖さんが嬉しいとか言ってる、もう意味わからんことばっかしとったなんかやだみたいな、拒否られたんですよ。そう、だからダメですよって、それは嬉しいって言ってくださいって言ってくる。ソラハさんともね、ソラハさんと喋ったんですけど、なんかソラハさんめっちゃ嫉妬してて嫉妬めっちゃしてて可愛かった。そう、ソラハさんもとても嫉妬しておりました。でもなんかミツさんにああいうことをするからだよって言われたから、いや、あれはなんかこけそうになった瞬間にミスさんが写真撮ったらああいう写真が撮れたんですよって言ってからそう、なきゃないでしょって言われてミスさんコンプリート、トイさんハート、ありがとう。そうって言われて、そう、笑い止まらなかった、可愛いなと思って、こけそうになって、受けそうになってたまたまみちさんのほっぺに当たったそう、そうそう、意図的じゃないんですよあれ。さっきその話、そらそらヤギさんコンペイトありがとう。そう、いやよね、年上の人と話すのが好きなのかもしれない。なぞみやんごさんコンペイト、トイさんハート、リーさんハート、ありがとう。マイキューさんは喧嘩をバイバイしてるマイキューさんとは喧嘩をバイバイしてる。バイバイっていうのあれ、やよやよ、マイキさんのね、やよやよ、喧嘩売りに来たって言うんですよ。ないんですかって言う。ふっくんコンペイトありがとう。こんばんやよ。そう、そう、今日マイハさんとね喋りたかったんだけどね、勇気が出なかったです。どうしたらいいですか皆さん、どうやって話しかけるのが正解ですか。のぞみやんごさんハートありがとう。そう、取引してる。なんて話しかけたらいいんだろう。グーパンしてくるの、緊張しちゃう。普段通りで話しかけてみようかな。そう、次会ったら絶対話しかける。そう、結構ね今日はいろんな先輩と喋った気がする。
川さんとかね、謎にね、ヤヤの家の近くの話をしてたら、また今度、ちょっと私のめっちゃ地元のね、名前を、また今度ヤヤの話しようやって言って帰っていきました、ココアさん。どういうこと？と思って、ヤヤの地元の名前をめっちゃ大きい声でさ、じゃあまた今度何々、あのその地元の名前、何々の話しようやって言って帰ってた。年上の先輩と年下の先輩、年上の先輩かもしれん。そう、トイさんハート、そう、最近は私はでも愛子さんに続婚なので、愛子会いたいよな。かわいい片むつりさん、花ありがとう。アイコ、マリナさん話したことあるけどゆっくり話したことはないかも。ハキナさんは写真を撮りましたけど、まだね、送れない写真だからね。そう、よしよこさん花ありがとう。アミハート、トイさんハート、みちおさんハート、ありがとう。私は愛子に会いたい、誰よりも愛子に会いたい。ヤスビさんコンペート、トイさんハート、ありがとう。ユリナはユリナ、今日クーガさんともね、喋ったというか、ちょっと喋った。ふたむつりさん、誰も、トイさんハート、ありがとう。私は今愛子に続行なので、止まらない愛子愛。ヤスビさんコンペート、かいわれさん花、トイさんハート、SBA さんコンペト、ありがとう。オスコジ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 って感じ。そう、ヤヤのとってユリニアは別腹。そう、でもちょっとね、シミサラもね、捨てがたいんですよね。おしめんかわいい、なんかなでなでしたくなる、なんかくしゃくしゃしたくなる。シミサラはシミサラは本命、シミサラも本命、アイコも本命あ、ミリアはもうお腹いっぱいですミリアはもう一旦お腹いっぱいユリナ、そうなの、友達みたいな感じだからさ、ユリナはね、ユリナはね、あの別腹というか、もう別枠です。ミリアはお腹いっぱい。そう、今日さ、マイキューさんとミリアが2人でいて、ヤヨとオキさんが2人でいたのね。だから、あ、マイキューさん取られてますよみたいな、オキさんと話して、ヤヨもミリアみたいななってたけど、あ、いいみたいなお互いそう、いいみたいな。めっちゃ目痛くなっちゃった。最近リコちゃんともね、仲良くしてるの。リコちゃん面白い、個性、なんかね、顔に個性って書いてある。リコちゃんはめっちゃ、なんか急に痛くなっちゃった。リコちゃんはリアクションが好き。リコちゃんの片むつりさん、だるま、トイさんハート、ありがとう。痛い服、回復薬、ありがとう。クリスさんも回復薬、ありがとう。リコチ、あれ、気づいたら33分経過してることに気づいた。花粉なのかな、鼻がムズムズするんですよ。公園でヤヨからレスを送る方法は、ペンライトの色を
パープルと白にしましょう。紫と白がいたら私はね飛びつくから。ひろし横尾さん回復薬ですけど、回復薬ありがとう。ペンライト自分の色だったらねファーってなるから。タダさんハート、トイさんハートありがとう。そうでも結構あの曲によってなんかやっぱり推しメンが一人の子じゃない人もいるから、子じゃないじゃない、一人の人じゃない、ん、一人じゃない人もいるから、曲によってペンライトの色変えてる方とかもいるんですよ。そうさっきまで右後ろに紫と白のペンライトがあったのに、あれ黄色になってるぞみたいな感じの時もあるんですよ。そうでも私はちょっとの時間その一つの公園で紫と白がちょっと出てたら絶対に指さす自信がある。見ます。そうあとねスケッチブックがねすごいね、スケッチブックはずるいですね、みんなの名前を書いてやがるからみんな。そうみんなね器用だからね、器用だから4枚とかでも全然いけるんですよ。4枚でもこうやってすごいですけど、ハート、トイさんハート、ありがとう。そう。でも一個でもさ、ヤユがあったらさ、すごくない？だってさ、一個でもあったらすごいと思う。だって4人中の1人に入ってるんだよ。20何人いてさ、23人とか。公演だったら16人とかだけいて、その中で4人に入ってんだよってなったらあれだよ。スケッチブックはね黒だったら見えるんだけどね、内側とかね白だったらね何書いてあるか分かんなくてね、この前ねってやってた。5000のファーティーとかでさ5555大さんハートありがとう。そうそう1期生さんのね書いてる方もいて、この前サプライズでみちさんとさ福田さんが来た時もね福田さんのねあったんですよ。どんだけ用意周到なのって思いました。ダダダさんゼリートイさんハートありがとう。そう16枚書いてあったらもう逆にすごいと思う。え16枚すごくない？えでもそっちの方がいいのかな、なんかだ14人だけとかだったら寂しいけどさ、16人全員の書いてたらさあれだよね、あれだよね、いけるよね。みんな嬉しいし、みんな嬉しくない？だって自分の名前がさ増えるんだよ。だからそのだから1時間半とかの公演の中で1回ぐらいヤヤのことをペンライトの色にしてください。そこでこうやってやるからです。これはもう確実にレスの来る方法、検索しないでももう確実に来ます。そうということで、ゲームマンさん誰もありがとう。そう一瞬だけレアの色にしてくれたらいい。感じでなんか気づいたら37分喋ってたんですけど、皆さん37分も聞いていただいてありがとう。家は寝ます。今日は湯船を浸かる。ドラヤさん花ありがとう。この花何人か分かんないから後で見てみます。ということでランキング見ます。13位ダダダさんありがとうございます。12位 DM マンさんありがとうございます。11位クオンさんありがとうございます。10位ヒロシ旅行さんありがとうございます。9位心のアシスさんありがとうございます。8位ナオトちゃんありがとうございます。7位ホミさんありがとうございます。
6位ふうくんありがとうございます。5位あっちゃさんありがとうございます。4位かたむつりさんありがとうございます。3位ゆうすけさんありがとうございます。2位やすべいさんありがとうございます。そして1位いいね何かこう今日はてかギフトさランキング中に投げてくださってどこだろう。ダダダさん花、ひろしやかさん花束、トイさんハートありがとう、ふしさんコペートありがとう。3月ということでやっぱりね弥生の年じゃん、月じゃん、だから弥生書こう。皆さんこの1ヶ月は弥生の月だから1ヶ月だけ好きでいてください。そう弥生の年だから月だからちょっとめっちゃ下汚いね。トイさんありがとう。そう彼女感のあるさメールってさ書いてて恥ずかしくてそう弥生強化月間会館です。そう今月はいやいつもメールで3をつけてたんですけど今月からは呼び捨てする、3を取る、距離が縮まった気がするって感じで、遠いさんありがとう。そう恥ずかしいからその毎日は送らない、そんな毎日なんかキュンキュンみたいなじゃなくてなんかたまにみたいな。トイさんありがとうありがとう。そう呼び捨てさせてください。ドキドキしてください。この1ヶ月は中広弥生強化学館月間だから、そうだからそう皆さんが弥生の彼氏っていうお話でしょそうだから気になる方メールぜひぜひぜひこの1ヶ月ぜひ毎日9通送る目標がある。でも8通の時とかもあるかもしれないんだけど、そうという感じでいっぱい来るし自撮りもたくさん来るしメンバーとの写真も来るし、そう彼女感のある弥生が見れるかもしれなくも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 ないかもしれないので、撮っていただけたら嬉しい。どうしたかわいいありがとう。ということでそう今日10送っちゃったごめん、撮るべきか撮らないべきかはあなた次第です、あなた次第です、ちょっと言えんかった、あなた次第ですということでじゃあおやすみ、ありがとう来てくれてこんな夜に、おやすみ、保険をかけてる、おやすみー。